しました、ニコロよ。この暗黒大樹の葉のせいだろうか、心なしか周りの空気が反応しているような気がする。ただいま、ニコロイ。寂しかったでしょう。ごめんなさいね。ううん、母上の病気を治すためだもん。僕我慢できたよ。でもよかった、来月のお父様の誕生日に間に合って。ええ。病気治ってないの？大丈夫よ。大丈夫ですか？ずっとお加減が悪いようですが。平気。アグシュナよ、そのように走るとまた体に触るぞ。大丈夫ですわ、あなた。もう全然苦しくないのです。姉上、母上すっごく元気になったね。僕ね、母上が元気になったのは神様から父上へのちょっぴり早い誕生日プレゼントだと思うんだ。そうだ、これ一緒に食べよ。母上が僕たちのために。姉上、そうだった、姉上は少しずつおかしくなっていったのだ。母上の体調が回復してゆくにつれて、姉上は母上を憎むようになっていき、そしてあの日の悲劇につながったのだ。リタ姫様はどうしてアグシュナ様を憎んだのでしょう。わからぬ。母上の回復を願う気持ちは姉上も同じだと思っていたのに。この暗黒大樹の葉を収めれば何かがわかるのだろうか。ん？何か言ったか、キュウスケ。いいえ。
おお、一緒に来てくれたか。そなたも共に見届けてくれるなら心強い。今は亡き母上よ、長くお待たせしたことお許しください。母上のご意志の通り、暗黒大樹の葉をこの玉座の間に納めさせていただきます。ここは？は、母上。まさか、あ、まさか。ああ、ニコロイ。かすかだが、面影がある。あの小さなニコロイが、立派になって。は、母上、見間違えようもない、あの日のままの母上を、こうして再び会えるとは。どうやら苦労をかけたようですね。でもニコロイ、あなただけでも無事でよかった。してニコロイ、この者たちは？ここにいるのは、我が助けとなってくれている旅人たちです。この者たちが、暗黒大樹の葉を手に入れてきてくれたのです。ああ、そうだったのですか。おかげで長き眠りから目覚めることができました。なんとお礼を言ってよいか。母上、教えてください。50年前のあの日、この城で何が起こったのかを。ニコロイ、あなたは姉のリタが大好きでしたね。真実は知らない方が。私はもう幼い子供ではありません。どうか真実をお伝えください。わかりました。ニコロイ、リタが聖地と通じ合える特別な力を持つ子供、白き者であったことは覚えていますね。リタは聖地と通じ合える力を利用し、聖地の大いなる力を我が物にしようとしていたのです。あの子がなぜそんなことを企んだのかは分かりません。ナシロイ王と私がそのことに気づいた時には、時すでに遅く、身に余る聖地の力を取り込んだリタは心を失い暴走しました。ナシロイ王はそれを止めようとしてリタに殺められ、私はかろうじて命を奪われなかったものの、リタの操る力でこの地に50年間封じられたのです。そんな、なんということだ。ニコロイ、私たちは王家の一族として聖地を守るという使命を果たさねばなりません。聖地はこの大地の力の源、エルトナ大陸の心臓なのです。あの地が悪しき者の手に落ちれば、この大陸は暗黒大樹に全てを蝕まれ滅びゆく運命にあります。リタに力を奪われた聖地が今どうなっているのか、急ぎ確かめに行かなくては。ニコロイよ、あの日に私が落とした
黄金の指輪を持っていますか？あの指輪は王家の庭にある聖地への扉を開く鍵なのです。母上が持っていた黄金の指輪ならば、あの日以来肌身離さず持っております。すぐに王家の庭へ向かいましょう。そなたたちも共に王家の庭へ来てくれ。王家の庭はこの城の裏手にある庭なのだが、今では土砂に道を塞がれていてな、行くには回り道をせねばならん。まずは城壁の外へ出てくれ。そして北の住居跡を抜け、立て札を頼りに裏手にある王家の庭を目指すのだ。母上、少しよろしいでしょうか。実は姉上が力を求めた理由、心当たりがあるのです。いやー、びっくりだよね。まさか死んだと思われていた王妃がこんな形で現れるなんてね。それじゃ行くとしようぜ。城壁を出てから北の住居跡を抜け、裏手にある王家の庭を目指すだってね。待たせたな。今なら思い出すことができる。この王家の庭は姉上が好んだ場所であった。幼き頃ここで二人で遊んだものだ。あの子がなぜ聖地の力を我が物としようとしたのか、ずっと分からずにいたのですが、ニコロイよりリタの部屋にあった日記を見せてもらって、ようやく特進が行きました。あの子が聖地の力を求めたのは、私の病を治すためだったのですね。なんということでしょう、かわいそうなリタ。母上。いいえ、大丈夫です。それより今は王家の使命を果たさねば。ええ、ではこれより聖地へと入るとしよう。さあニコロイ、黄金の指輪を泉に投げ入れなさい。聖地への扉を開きましょう。はい母上。ここが聖地。なんと美しいところだ。これで聖なる力が失われているとはとても思えぬが、あのひときわ大きな白い木は、もしや聖地への入り口を塞いでいるのか。母上、一体あの木は。うわニコライア。かわいそうなニコロイ坊や。騙されやすいのは
父親譲りなのかね。母上。この50年、なんと長かったことだろう。あの小生意気なリタのおかげで随分と時間がかかってしまったが、今こそエルトナ大陸は私のものになるのだ。貴様、何者だ。私は海中アラグメ。この大陸を死と絶望で染めるために暗黒大樹より生まれ出たもの。私の愛しいニコロイ坊や、この母に会えて嬉しかったかい。家族を取り戻せたとでも思ったかい。お前の病弱な母ならとっくの昔にこの世を去ったよ。殺したのはこの私。私はお前の母親になりすましてこの城に入り込んだのさ。聖地の扉を開くためも黄金の指輪を手にするためにな。だがあのリタだけは私の正体に気づいてしまった。それが白き者の定めなのか。あの娘は一人で私を追い出そうとした。母が殺されたことさえ誰にも告げずにね。たかが小娘一人の抵抗など取るに足らぬと放っておいたのが私の過ちだった。あの娘、私が頭の悪いナシロイオを殺してようやく黄金の指輪を手に入れたというのに、自分の命と引き換えにしてこの私を50年もの間この地に封じ込めたのさ。だがもうよい。私の望みは今こそ叶う。エルトナ大陸の心臓は我が手にあるのだ。お前たちには礼を言わねばなるまい。私を封印から解き放ち、この聖地にまで手引きしてくれたのだから。よってお前たちには名誉ある死を与えよう。さあ力の限り泣き叫ぶがよい。お前たちの悲鳴はこの大陸に生まれ落ちる破滅と暗黒の産声となるであろう。Thank you.
せ、覚悟しろ。勝利を手に、いざクイーン・オブ・ハーツ。世話が焼けるぜ。レベルアップね。消される、この私が。ふざけるな。私はこの時を50年も待って、なぜお前がこんな力を。あの白き者リタですら封印が精一杯だったのに。そなた無事か。よくやってくれた。そなたがいてくれなかったらどうなっていたか。しかしまさか母上が。わしは何も知らずに姉上に全てを押し付けて。これは。ああ、わかります。聖地を狙っていた恐ろしい魔物はもういないのですね。ありがとうございました。これでこの聖地の力を解放することができます。聖地の力は再びこのエルトナ大陸中に届くでしょう。そこのお方、あなたにお願いがあります。私の大切な弟に伝えてほしいことがあるのです。名をニコロイと言います。まだ幼い、たった6歳の子供です。今もどこかで泣いているかもしれません。あなたは強い子だから、たとえ一人になってもこの国を守る強い王になれるはず。わかりました。伝えます、必ず。お父様、お母様、リタもおそばへ参ります。ニコロイ、あなたのことだけは。
姉上。なぜあなたはいつも最後の最後まで人のことばかり思いやって、あなたはこんなところでたった一人で命と引き換えに聖地を守っていたというのに。でもニコロよ、私たちは最後にリタ姫様のことをお助けすることができたじゃないですか。リタ姫様の魂は自由になれました。だからこそあんなにも幸せそうな顔をなさっていたのです。まったくお前にはかなわんな。お前たちには何度礼を言っても足りぬ。共に神春無以上へ戻ろうではないか。そこで改めて礼をしよう。待っているからな。おい、ニコロイオンは思ったよりお疲れだ。俺は王を解放する。悪いが戦いの手伝いはここで終わりだ。やっぱり俺には向いてねえわ。よくぞ戻ってくれた、コトル、あれを。はっ。その桜のキーエンブレムは、そなたを王と神春無為の英雄であると認めた証だ。それを持てばこの都にある王都神春無為駅も自由に利用できる。失われていた聖地の力が戻り、この大陸に再び平穏な日々が訪れた。すべてはそなたのおかげだ。わしは姉上の意志を継ぎ、これからは聖地の守り手としての役目を全うするつもりだ。そなたのことは忘れない。いずれそなたが道に迷った時にはわしが力となろう。おい、いや、会えてよかった。都を立つ前にあんたに礼を言っときたかったんだ。俺が桜のキーエンブレムをもらえたのはあんたが頑張ってくれたおかげだからね。おっと、そんな冷たい目で見るなよ。お前には悪いが、俺が命を張るのは愛するユーチャーリンのためだけ。それ以外のやつのために命を張るわけにはいかねえのさ。じゃあな、アディオース。